他の診療院の岡野です、えー、日本の ICU のベッド数の限界という話をしていこうと思います、えー、重症の感染者が1000人を日本でですね超えると、えー、死者数のオーバーシュートが起こるということが、えー、教えられているということですね 4月1日に日本集中医療医学会の理事長声明というものがありましてそれに基づいてこちらのお話をさせていただきますこちらに関しては具体的には以下の説明欄にですね URL を添付しておきますのでそちらも合わせてご覧いただけたというふうに思うんですけれども えまず死者のオーバーシュートっいうのはどういうことかっていうと、えー、今、えー、例えば東京とかで、えー、感染者数が急増していますよね、このまま行くとこうぐーっと、えー、指数関数的なグラフができるぐらいにです、ね、一気に上がっていくっていうこれがオーバーシュートというふうに言われてますよね。これは感染者数のオーバーーバシュートなんですけども それと同じように死者数ですね患者さんが重症化して亡くなってしまう亡くなってしまう死者の数のが一気にぐわっと増えていってしまうっていう一番避けなければならないような状況がこの死者数のオーバーシュートなんですけれどもこれが起こるのはどうも日本の重症の患者さんが1,000人を超えるとおそらくそういう状況になってくるであろうということが日本の集中 医医療治療治学会から声明とととしてて出されいいるということなんですね、えー、まずはですね、えー、考察する上で3月31日時点のイタリアとドイツを比較しています、えー、イタリアの当時の感染者数は10万5792人とで対するドイツは7万1808人ということですねで、えー、じゃあ死者数はどうだったかっていうとイタリア1万2 4 0 0 人人とで対するドイツは人これは圧倒的に違いますよね、桁が2つも違うとう、これはどういうことだというところなんですけども、まあ、死亡率で見てみると、イタリアは11.7%で、ドイツは1.1%で、10倍以上違うんですよね。で、えー、これっていうのはどうも、ICU、集中治療室の、えー、10万人あたりのベッド数っていうのが、ずいぶん違ってるということが、これがわかるわけなんですね。 イタリアは12床でドイツが29から30ということでこれも倍以上違うんですねつまり重症化した患者さんをドイツでは集中室にしっかり入れてあるとで亡くなってるドイツで残念ながら感染して亡くなってしまう方の亡くなる場所っていうのは ICU だということなんですね。対するイタリアはどう かっていうと、ICU のベッド数が足りないという状況なんで、ICU に入れずに亡くなってしまうことが、えー、おびただしくいるということはここでわかるかなということなんですね。じゃあ日本はどうなのかっていうところを見ると、日本の集中治療室のベッド数、ICU のベッド数は10万人あたりなんと5床ということで、イタリアの半分以下なんですね。 でさらに日本の場合はイタリア以上にですね、高齢化が進んでいるんで、えー、重症化してしまうリスクの高い方が日本の方がイタリアよりも多いわけなんですね。それがかなり問題で、えー、もし、えー、こ,れもこのまま感染者数が増えていって重症化する方がですね、日本で増えていくとイタリアと同じぐらいの、えー、ペースで 死者数が伸びる可能性もありますしさらには体よりアよりも早い段階でですね感染者数がここまで増えなくても早い段階で死者数がオーバーシュートしてくるっていう恐れがあるということは言われております。で日本の ICU の看護体制なんですけれども通常8床ある ICU の場合は4人で 回していくみたいなんんですね看護師さんがただ、えー、そういう重症のコロナウイルスの感染者が、えー、例えば2人収容したとするとその2人に対してあ、えー、重症のコロナウイルスの感染した人に対しては1人に対して2人の看護がつくわけなんですね。そうすると2人の、えー、患者を受け入れてしまうとそれでもう4人取られてしまいますよね。 ですんであとの6章が、えー、うまく機能されなくなってしまうと一般的な、えー、手術を受けた後っていうのに ICU に入ったりとかですね救急の患者さんが別の病気とか別の怪我とかですね入った場合とかに受け,あの受け入れができづらくなってしまうということが、えー、言われております。さらにに、えー、そういうい そういうい人たちを無理に収容すると院内感染のリスクが高まったりとかですね医療従事者の感染っていうのもあったりということで医療スタッフのストレスというのは半端なくなってしまうということなんですねですので最近はよくあの人工呼吸器の台数が少ないんじゃないかという話があるんですけどもこういうここに言われていることっていうのはもうマンパワーですね人員数がもう圧倒的に、えー、足りないという状況がええー 出てくるわけなんですね重症の患者さんがどんどん増えていくと,ということですねで、えー、死者数から見た、えー、とオーバーシュートというのは、まあ、まずは集中治療室が、えー、崩壊してしまうことによって起こるということですねつまり医療崩壊というのは集中治療室が崩壊してしまうことが、えー、医療崩壊のまず第一ということになっているということですね集中治療室が崩壊してしまうと、えー、死亡者数が一気に増えていくと。 ICU で亡くなるのではなくて ICU 以外のところで、えー、亡くなっていく人がおびだただしくなっていくという恐ろしい状況が、えー、早い段階で日本では来るんじゃないかということが、えー、心配されているわけですね。で、えー、その ICU の、えー、どれだけの限界が、えー、臨界点どこで崩壊するのかっていうところをですね、えー、各地域で調査してるみたいなんですけどもやっぱ各地域によって違うわけなんですね。余裕のあああるるとととこころろもればカカツツ 例えば、東京で ICU のベッド数がもうカツカツになっていてもう受け入れられないというふうになった場合は、えー、埼玉県の、えー、ICU に運ばれるとかもっと言えばもう九州の方までですか、ね、運ばれていくという広域搬送という対応がです、ねえー、必要になってくる恐それも、えー、あるということなんですね。でまあ、今、えー、と東京都とかか、えー、日本でですか えー、軽症者の宿泊施設の受け入れということでアパホテルが手を挙げてくれたということがありますよねでその場合、えー、そのホテルの中っていうのを、えー、あのクルーズ船の時にはありましたよね、えー、レッドゾーンとグリーンゾーンでしたっけこう分けてゾーニングをして、えー、管理していくとそういうのを今、えー、東京都はの、えー、医師会とかが やってるとそういうふうに感じで軽症者は別のところにいて重症者の人を優先的に受け入れるという形をやってるんですけれども、まあ、随分かなり喫緊の状況になってるという話を東京都の医師会の先生方は言ってるということですよね。えー、と確か、えー、医,学医師会の中だけで確か緊急事態宣言を今日出したという話が出てましたね。 えー、ということで、じゃあ日本で死者数のオーバーシュートを起こさないためには、じゃあこれからどうすればいいのかということを結構言われてるんですけれども、まあ、私が考えてるところは、えー、次の通りですまず、えー、ポイントとしては、ですね重症化するのは60歳以上の人で、えー、さらには、えー、持病を持っている人が多いということが一つポイントとして挙げられます、でもう一つは、えー、若年者、若い人っていうのは発症しても重症化しづらいというところがありますよね。えー 80%の、えー、陽性の患者さんの中の80%は、まあ、ほとんど無処置で、えー、軽症で治ってしまうとであとの20%がその、えー、入院が必要であとの5%が集中治療室が必要という形なんですよね。でえー、そういううい意味で言うと え重症にな,るなりそうな60歳以上の高齢者の方とか、えー、持病のある人は特に気をつけてもらいたいということなんですねさらには、えー、若年者今働いている現役の人たちっていうのはできるだけそういう高齢者と、えー、直接触れ合わないようにした方が、えー、いいかなというふうに思うんですよ、ね、例えば、えー、特にですね、えー、保育園が今、えー、保育園の登園自粛っていう話がですね結構出てるわけなんですね。 だけれどもどうしても保育園に自粛なんで連れて行けないけど仕事に行かなきゃいけないとそういう場合おじいちゃんおばあちゃんちょっと見ててくれるみたいな話になってくるかなという,ふうに思うんですけれどももしこの子ど、ね、そが感染してて症状が出てないっていうことも可能性としてはありえるわけなんですねでそ,こそれを子供がそがおじいちゃんおばあちゃんにうつしちゃっておじいちゃんおばあちゃんが重症化してしまうっていうことが えー、私の考えるところでは一番怖いかなというふうに、えー、東京ではです、ね、特に考えるわけなんですね。ですので、えー、対策としてはですね、まあ、これは全員に言えると思うんです三3密っていうふうに言いますよね密閉空間と密集空間とかさ、えー、とあとは何ですか、えー、密着した関係っていうんですかこう手を伸ばしたところで。 えー、すぐ触れるところでマスクなしで会話をするような状況っていうのは、まあ、まあ避けるっていうのはまあ第一なんですけどあとはまあ手洗いこれもみんなに共通することですねあとはまあ特に、えー、現役で働いてる世代とか、まあ、学生もそうですし子どもたちもそうですね、えー、できる限り、えー、全員マスクをすると特に、ね、そういう若い人たちがマスクをしなきゃいけないとそういう症状の出てない人がうつ、えー、してしまう可能性っていうのはあるわけなんでもしかしたら自分が 感染してるかもしれないという体でですね生活していただくっていうのが第一かなというふうに思います特にその先ほど申し上げたように、えー、子供は高齢者に直接会わないようにするっていうのが大事かなというふうに思いますでもやっぱりですね、えー、と高齢の方おじいちゃんおばあちゃんっていうのはお孫さんとかですね小さい子供も好きですよねだからそういう子供たちに会えないっていうのはやっぱりつらいと思うんで、まあ、テレビ電話とかですね、えー、毎日できるだけ話をするようにするとか、えー、そういうふうな形でえー なん,ていう,んですか、ね、うまくコミュニケーションを日々取れるような形にして、えー、高齢の方々の、えー、孤独を癒すような方風に、えー、できるようにすれば、えー、いいかなというふうに思うんですよね。どれぐらい続くのこの状況が続くのかというのはなかなか難しいところですけれども少なくともこの医療崩壊とかですね、えー、死者数のオーバーシュートですね特にこういうものを起こさないためにどうすればいいかということを、えー、一人一人考えながらですね対応していくしか方法はないのかなというふうに思います。 まずはですね、えっと、このオーバーシュート、オーバーシュートというふうに言ってますけれども、えー、死者数のオーバーシュートが一番起こしてはならないことだというふうに思いますのででもそういうところをですね、えっと、意識していかなければならない状況に今来ているのかなと日本はですね、思うということで、えー、今回のお話をさせていただきました。ごご視聴いいただきありがとうございます。